画面酔いがひどいんで。よし、ちょっと状態を見て、トラックものですね。ガソリンが若干少ないか。あー、なんか不思議な感覚だな、バスシミュレーターの後だと。すぐそこで入れてから行っちゃうか。うわ、なんか不思議、なんか気持ち悪い。あ、ちょっと待って、曲がり方が全然違う全然曲がれないぞこの車。朝か、しかも感覚が違いますね、全く。おお、トラック走ってる。しかもこっちがあれか、オートマじゃないんだ、こっちはもう。やば、やばいなこれ、感覚が違いすぎてやばい。よし、ここ入りましょう。先給油してからだな。おお、止まっちゃう、止まっちゃう。お、ぶつかる。よし、やばいやばいやばい、あー、ぶつかったやばいな、全然曲がれないアメリカントラックトム・リドルさん、こんばんはです。やばい、バスシミュレーターだとやんない方がいいな、感覚が違いすぎてやばい。ちょっとひどいなこれ。よし、とりあえずどうしようかな、もうジョブいっちゃいます。あー、これ一本だけやろうかな。自動車部品、じゃあこれ一本やって寝よう。長いけど1489。これ一本だけですね今日は。結構長いですけどね。これは、あー、間違えた。ちょっと待って、いろいろと感覚が違いすぎる。デイユーさん、デイユーラフさん、どうもです。はあ、やばいやばい、そうだ、パトカーもいるんだこっちは。取り締まりするパトカーもいるからスピード出せないですね。うわ、曲がれない、怖っ。こんなに感覚違うか。危ない、危ない、取られるとこだった。またグラフィックがやっぱ綺麗ですね。わっはみ出る、普通に全然違うな、ぬるぬるだこっちは。やっぱこれぐらいのグラフィックでできたら面白いんだけどな、バスシミュレーターも。ここですね、うわー、曲がれないな、ダメだ、バスと一緒の感覚で行くと大変なことになる。車屋さんか、これをささっと、結構単価、距離あたりの単価もいいですね。うー、ぶつかる、奥か、こっちから行けるかな。USA、USA。ダ
メだ、バッシュミレーターとアメリカントラックは同時にやっちゃダメだ。あ、マサマスさんどうもです。あれどこだ、あれ、あ、これか、見えないんだよな。慣れとかないとこのトラックも運転しづらいですからね。ミラーはこれで、あ、ぶつかった。ミラーモード切り替えよう。危ない、きましょう。うわ、ぶつかるな。よし、ちょっと写真も撮っとくか。写真モードがあるのもいいですよね、やっぱアメリカントラック。あ、こういうコンテナか。うん、やっぱかっこいい。うん、ロシアの人も来た。よし、行きましょう。USA ばっかりって。ハンドル切るのは難しいな。しかもすぐ止まっちゃう。よし、アメリカントラックは歩行者は気にしなくていいんで、それは楽ですね、だいぶ。来るな。うっそ。うそでしょこれ。きつ。あれ、戻らない戻らない。あんだけ大回りしなきゃいけないのか。よし、行こう。早く街中は出たい。かっこいいですね、やっぱいいな。久々な気がするな、アメリカントラック。全然やっぱこのフロントが長い分感覚がほんと違いますね、バスとは。やっぱトレーラーは内輪差が結構厳しいかな。あー、危ない。行っちゃって行っちゃって、出れるでしょ。よし、やばい。なんか歩行者をすごい、歩行者が気になるな。危ない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 。ぶつけるところだった。曲がり方がバスみたいな曲がり方になってんな。やばいやばい、バスシミュレーターの癖になって。やっぱバランスよくやんないとかなり難しいな。出るかな。完全にバスの曲がり方になっちゃってんな。よし、ここまっすぐか。おお、よし。
点が荒くなったというか、本当感覚が違うから。ダメだ。曲がれなくなってる普通に。やばいな。戻さないと。これはトレーラー、これはトレーラー。ん？外国の人が荒らしてます？どれどれ？どれが荒らしてる人？あ、曲がんないと。ん？来ないの？何それ何それ何それ。お互い譲り合っちゃった。よし、行きましょう。よし、ふう、はい、チュー、チュール、チュールか。海外の人も来てんのかな。結構海外の人も来ますからね。よいしょ。いやー、曲がれない曲がれない。ちょっと待って、こんなに曲がれないもんだったか。もうちょっと早めに切らなきゃダメだな、このトラックは。てかすごい雨が。相沢さんこんばんはです。あれ、やばいな、ライトつけるか。なんでリブマイライフなの。怖いこと言ってるんですけど。大丈夫。そうですね、長いんで。さっきはもう全くぺったんこでしたからね、バスの時は。本当に感覚が違いすぎる。路面の濡れた感じとかやっぱ綺麗だな。アメリカントラックは綺麗。速度注意しなきゃ。あー、パトカーいた。わー、パトカー来た。怖いな、急に取られそう。これ運転して荷物を運ぶだけのゲームです。面白いんですけどね。作業ゲームですね。これはスピード変わりそうだな。2台も来てる。鉄壁の布陣ですね、これ。やばいやばい。わわわわ、スピード落としてるし。とか、ほんと高得点ですよこれ。でバスシミュレーターの方がいろいろとシビアなことが多いですね。あ、またスピード落としてる。免停とかもあるみたいですからね。まだなったことないけど。あ、アップルエイプリルさん、はじめましてです。左入ろ。シミュレーター系ですからね、雰囲気は抜群ですね。アメリカンシミュレーターは本当、うん、やっぱ走ってて雰
囲気があるな、アメリカンシミュレーターだな、トラックシミュレーターが。おお、危ない危ない。やっぱ他の AI の運転とかもリアルな感じですよね、こっちの方が。いけるかな。あー、落ちた落ちた、速度落ちた。これが怖いんですよ。これさらに落ちそうだな、この先。看板ありましたね、標識。標識に注意。あ、いなくなった。いなくなったぞ。結構この道まっすぐですよね。多分ここからまた解除じゃないかな、速度制限。こっから解除でしょう。よし。この青いマークがそうなのかな。これは何の標識なんだろう。読めない。あ、右か。わー、街中入るの。あー、やばい。遅かった、ハンドル切るのが。よし、バンバン稼ぎたいんですけどね、こっち側も借金が。バスシミュレーターよりか借金多いからな。バスシミュレーター意外と簡単にお金入ってきますね。あれ、罰金とかはきついけど、アメリカントラックは稼ぐのが本当大変ですね。よし。エアブレーキかっこいいな。バスはエアブレーキってないんですかね。右折はいけるけど、すごいなこの道。交通量がすごい。いけないか、これは信号変わるまで。え、止まっちゃったけど、かわいそう。あ、チャンス。いやー、ぶつかる。マイル表示の方が本当ですか。でも標識読めないですよね。あんまないとこもありません。なんか全部標識がマイル表示なのか。あ、バスはエアブレーキなんですね。でもあれにはなんかセッティングなかった、今日のエアブレーキの。徐々に慣れてきた。危ない危ない、ぶつかるこれ。あ、ドンムムムさん、ありがとうございます。あ、多分海外の方ですよ、さっきの人は。特に悪いことは言ってなかったかな。あんま見れなかったけど、YouTube の方か。YouTube の方は確かあんま海外の人来ないのかな。Twitch は結構来ますけどね、やっぱり海外の人が。やばい。結構勾配きついな、これ。早いなこれ。あ、そうなんですね。排気ブレーキはエアブレーキ、排気ブレーキか。とりあえずまだ
ガソリンも OK ですね。燃料も OK だからささっと行っちゃおう。昼間はいいですね、確かに景色がいいから。お、ローン返済来た。やばい、これスピード落とさないと。やばいな、スピードをよし、ようやく出せる。全然増えないですね、本当に。あ、でも4万か、4万ドルしかないからな。この先左か。危な、アメリカントラックは結構グラフィック高い方ですよ、結構。よいしょ。あ、危ない。危ない危ない危ない。危な。止まれないかと思った。なんか全然曲がれないな。ハンドルがちょっと感度上げようかな。目いっぱい切ってたんですけどね、全然曲がってくれなかった今。お、はい、チャックチャックが話してくれてる。高屋さん、こんばんはです。あ、シャワー浴びてきたのね、チャック。チャックは明日はできんのかな。あ、コロコロゾーンか。なんか早くマップがそろそろ欲しいですよね、新しいマップ。だいぶ走った気がするけどな。よし、ここスピード出せる。まだ大丈夫だな。なるべく夜に寝たいですね。そうすればあれなんですけどね、ちょうどまた朝から運転できるから。給油ゾーンがあんまなかったとこかな、これ。すごいな、コロコロが。ちょっとマップ見てから決めようかな。半分近いから、あー、これは入れた方がいいな。結構ギリギリになっちゃう。多分入れやすいとこだったはず。ここ狭いんですよね。はい、ん、チャックも持ってんの、ユーロトラック本当に。あ、そうなんですか。チャックと走った。チャックもユーロトラックやってたの初めて知った、それは。下田ね何それさん、こんばんはです。あ、これ狭い道だな。やってない、嘘つきじゃ違うチャックだったのかなやってない、嘘つき。ストレートだな
偽チャックだったのかな、何なんだろう。名前が同じ人なんじゃないですか。あ、同じ積みに運んでる。これちょっと取ろう。同じ仕事仲間じゃないですかこれ。あ、しかもトラックも同じじゃない。あ、ちょっと違うか、トラックは。まさかの、なんか親近感湧きますね。兄弟トラック、はい。見れてない、あんま左右見えてないけど、いけるか。あまり興味はないですけど。チャックはあんま好きそうじゃないね、こういうゲームは。あんまりっていうか全く興味なさそう。チャックは何なんだろう、 FPS 系とかがやっぱ好きなのかな。チャックはどういう系が好きなんだろう。マルチの FPS 系かな。あ、収益、あ、結構稼いだ、2900。じゃんけん頑張ってんな最近。レベル上がっ、あー。危ない。よかった対向車いなくて。曲がれないな。そうですね、シミュレーターやればどうだろう、どうだろうかな。イベントとか起きないですからね、ほんと雰囲気を楽しむゲームだから。おお、かっこいい戦闘機、戦闘機飛んでた。ほんと好みが分かれますよね、シミュレーターゲーは。 TPS 系 FPS 系のマルチ系が好きなんじゃないのかな。結構それ系多いですよね、チャックやってるのは。おお、すごい気持ちいい直線。最高速出そうかな。あ、ヘリも飛んでる。おお、なんか飛行機がビュンビュン飛んでんな、この辺りは。どんぐらい前スピード出せんだろうこれ。速い速い、120か。早い早い。パトカーに注意だな、これ。わかんないな、これ後ろとか来ても。おー、これは一気に抜かしたいな。また、また戦闘機。行ったり来たりしてんな。126。130出るか。カーブはいけるでしょ、これ。抜かすぞ、一気に。あ、でもこれ早く出すぎると。よし、対向車いない。あー、カーブが怖い。あーやばい、この坂道対向車来たら終わる。よし、いけた、飛ばしまくりだ。気持ちいいですね。アメリカントラックあんまこう飛ばせる道少ないからな。ユーロトラックの時はバンバン飛ばしたんですけどね。あ、もうスピード下げないと。重い。あー、また膨らむって。ちょっとめちゃくちゃ膨らみますね。この道危ないんだ。思い出してきた。ここすごい危ない道ですね。ゆっくり行こう。うわあ、それきつい。うわあ、ここ怖いな、昼間。いつも夜通ってたからあれだけど、昼間来ると怖いですね、かなり。ああ、危な。結構飛ばしてんな、トラックが、この危険なところ。英語芝居で話してるんですか。
今コメント見れない、危ない道で。ビターなえのきだけさんどうもです。あ、同じやつでしたね、積み木が。あ、カチカチ音はハンコンでシフトチェンジしてる音ですね。あ、サーモンさん寝落ちしてました。もう終わりますよ、もうちょっとで、あと半分ちょいあんのか。アイムバンビさんあ、フォロー誰かありがとうございます。ビクトリアさんかな、読めなかった。ビクターさんか、フォローありがとうございます。よし、危険なところは抜けた。うわー、砂漠地帯だけど結構多いですね、トラック交通量多いな。アウトインアウトいいですね、アウトインアウトで行きたいですね。ツイッチの方は英語芝居でやってるのか大変そうだ。あ、また誰かフォロー、ドンビースクエアさんかな。あ、なんか鳥が飛んでる。またスピード出しやすい道に来たな。もうちょっとしたら寝ましょうか、次の休憩所あたりで。2時半前には寝たい。まだかかりそうだな。お、やばやばい、危ない。よし、ちょっとハンコンの設定もうちょっと感度上げようかな。ちょっと曲がりきれない、このカーブ危ないぞ。ちょっと落としすぎだな、スピード。危ない、あー危ない、海外の放送になって読めない読めない読めない、日本語でも大変なのに。はい、解釈やばいやばい。あ、待って、あ、いい看板があった。アクシデントプリーズよし、安全運転で行きましょう。明日休みじゃないんでちょっとやばいですね。モンスター飲んで目が冴えちゃったから遅くまでやっちゃったな今日本当は1時予定だったんですけどね。シミュレーター系は面白いですね。よいしょ、あと600だから半分は切りましたね、ようやく。だいぶトラックの方の運転慣れてきましたね。さっきまでバスだったんですけど、あ、寝よ。先寝た方がいいですね。どうなってんだこれ、入れるかな。うん、あーレストエリア、なんだこれ。おーイエー、あ、ピザマストさんありがとうございます。伊沢さんいつもありがとうございます。ちょっと寝てこ、これで
はい、寝ましょう。ガソリン入れてからでもよかったか。雨降っちゃった。ガソリンはでもこの先にもあるからいいかな。次入れないときついですね。ちょっとまた長い何にもないとこがある。雨降ってきちゃった。これは、あ、やばい、こっちから出れる？出れないですね、これ。意地悪な作りだな、これ。ちょうど朝だ。あー、視界が悪い。危な、ギリギリだった。200円拾ったのに半分。ありがとうございます。ありがとうございます。音が途切れ途切れ、あれなんでだろう。今大丈夫ですか。ユニマックスさんですよね。あれなんでだろう。あ、更新、そうですね、更新した方がいいかも。追っかけ2倍視聴。あ、そんなことできるんですか。あー、追っかけ再生できるんでしたっけ、 YouTube は。確か いやー、さっき危なかったなー。あ、やっぱこれ危ない。このワイパーなんか完全にはできないのか。ちょっと雨降ってるから危ないな。おっと危ない。48キロか。調子乗って飛ばしすぎてた。この先か。もうちょい先ですね。この次のところで給油できる。よし。うん？よし、青。ここかな？落雷も結構しますからね。あー、狭いところか。やばい、止まっちゃった。ブレーキ効きすぎるな。リターダーもかけてるからか。歩行者がすごい気になる、やっぱり。はい、すごい落ちてる。密輸トラック。あー危ない。ここ出にくいな。大丈夫か。狭いんですよね。いやー、これ早く出てくるよね。対向車が完全詰まりますね、ここ。55危ない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 。ええー、それはきつい。内輪差きつい。まだやってましたよ。もう終わります、この一本で。雨いい感じなんですけどね。視界が本当、ああ、これすごい大変な場所だ。これいけるかな。なんか変な表示が、あ、ブレーキマークか。ちょっとこれは厳しいか、 AI ちゃんには。出れないか、 AI ちゃんは。これ途切れないぞ、これは。
今、これチャンス、これチャンス、これ逃したらいけないぞ。行って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 、あーそっち優先するの来ちゃうって次の、早く、よし行けた。あー怖い、ありがとう入れてくれた。おー怖い、もうここやだ。このあとラストは今日はやんないですよ。もう寝ますよ、さすがに。まさまさんは寝ないの。よし、ここを曲がりましょうね。あー、スピード出しすぎ。もう全然曲がれない。相当スピード落とさなきゃな。ショウさん、こんばんはです。あ、晴れた。そうなんですか。じゃあ他に浅瀬があるところ探しましょうか。ちょっと後でスカイプで教えてください。安全そうな場所。そうなんだ、あの辺り参ったな。浅瀬があればいいですよ、でかく作れれば。チーターの巣窟なんだ。よし、ゲームで死なないようにですね。多分それマサマスさんの方が確率は高いと思いますよ。ゲームで死ぬ確率はラストで過労死する可能性ありますからね。よし、あ、寝た方がいいですよ。ユニマックスさん、寝た方がいいですよ。昨日のぶっかけは処理されました。なんだぶっかけ。どういうことだ。あ、モコポヨさんどうもです。まさまささんツイッチしてますよ。ツイッチのアフロマスカファミリーから出せんだけどな。今回順調なので、どういうこと。順調なので平均睡眠時間 2,3 時間ってどういうことですか。わけがわからない。もう未知なる世界ですね。世界が違うんだろうな。2,3 時間とか絶対無理ですよ。体調がいいってことなんかよくわかんないですけど、どういう意味だ。あ、候補地ありがとうございます。頑張りましょう。一応あれぐらいのサイズで今んとこは考えてますね。ちょっとプリズン生活今回は頑張りたいと思いますね。確実に管理できる場所を作りましょう。ゲームのやりすぎでよくあるのが3日間ぐらい寝ずにやって死んじゃう人とか、なんかニュースになってますよね。台湾、中国とかでネットカフェとか
寝ずに、だ座ったままだとやっぱエコノミー症候群とかあれになりやすいと思いますよ。座ったままだと特に。もう半分過ぎてますね。もう残り300キロなんで、あと10分ぐらいかな。2時半は超えちゃうな。管理原人はもう管理していきましょう。今回前回のあれが大変だったから完全に作ってからマルチは募集しましょうね。おおすごい。あっていうか音楽消えちゃった。一周したか再生リスト。ちょっと音楽つけましょうか。監視ですよ監視。よいしょ。これで。OK ですね。これでいきましょう。寝落ちゲーですからね。わあ、すごい飛ばせる、この道も。いいですね。バンバン飛ばそう。大丈夫かな。右見てなかった。まあ、大丈夫でしょこの道だったら。ディビジョンは一応買う予定ですけどね。もう発売でしたっけ。どうしようかな。ディビジョン買う予定ではあるんですけどねラスト始めたらあんまできないな。でもレベル差があると結構厳しそうですけどね、あのゲーム。よし、警察来てる。わあ、警察後ろいる？後ろついたかな。おお、びっくりした。ローン返済2回目。丸2日かかってんのか、これ。きついな、これ。ディビジョン。そう、あと今あれが、前に購入したキングダムカムズが結構アップデート来てるんですよね。なんかもう戦闘とか、大規模戦とかもできるようになってるみたいなんで、ちょっとやりたいんだよな、キングダムカム。西洋のシミュレーションっぽい感じのゲームですね。西洋時代の。あ、パラシュート、パラセーリングしてる。ちょっと待って、撮りたい。こう降りてくんじゃないのか、いつか。パラセーリングしてましたね。ほら。遠い。あ、すごいな。初めて見た、これは。この道来たことなかったかな。夜走ってたのか。てか、パトカー2台パトカー2台につけられてますね。また勘弁してほしいな。2台ついてた。やばいですね。これ速度制限変わった瞬間取られるパターンだな。毎回ここら辺追尾されますよね。まあ113キロだから大丈夫でしょう多分。
2台とか本当やめてほしいな。解除したらちょっとすまんないですよ。解除はしません。よいしょ。ちゃんと標識見とこ。ニューヨークタクシーシミュレーターなんてあるんですか。え、それシミュレーターゲームあるんですか。それ知らなかった。怖え。本当にしょっちゅうやられますかね。あ、ここ速度落とした方がいいか。え、3月4日に発売したばかり。それノーチェックだった。そんな面白そうなシミュレーションゲーム、スチーム PC ですか。それニューヨークタクシーシミュレーター。そんなの、あれ、それやばいですね。危ない。ニューヨークタクシーシミュレーター、ちょっと後で確認しています。え、それスチームで出てんのかな。 ある拠点を潰さなきゃいけない。え、それはアクション寄りじゃなくてシミュレーター寄りの感じですかね。あ、スチームで買える。これはトラックで荷物を運ぶゲームですね。アメリカの。あ、スピード落としてんな。ちょっと見てみます。それありがとうございます、情報。アクション寄りだったら嫌ですね。こういうアメリカントラックみたいな感じの地味なやつでいいですよね。アクション寄りだったら購入はしないかな。すごい気になる。座敷わらじさん、どうもこんばんはです。危ない危ない危ない、すごい膨らんでる。ちょっとなんでこんな遅いの。やだなぁ、このパトカー。あ、右か。ダメだ。498円。どうなんだ、怪しいな、その値段。どうなんだろう。地雷かなぁ。498円はちょっと安すぎる気がする。3月4日で新発売ですよね。それでその値段設定か。危ない危ない危ない、だいぶ集中力がやばい。坂道で止まんないでお願いだから。きついんですよね、坂道発進。ん、会社は同じ。会社は同じ。どういうことだ。どこの制作会社なんだろう。バスシミュレーターの会社なのかな。いや、ノーマークでしたね、完全に。それは大体なんかおすすめとかで出てくるんですけどね、シミュレーター系は。情報もなかったぞ、そんなタクシーシミュレーターが出るなんていう。ゆっくり足、ちゃんとお客さん乗せてます。ゴミ。ちょっと待って。まさまささん、シミュレーターゲームやらないでしょ。いいんです。ある程度グラフィックは悪くてもいいです。雰囲気さえ出てれば。クレイジー系ですか。クレイジー系はやだな。ちょっと見てみよう。あ、なんだかんだで着いた。着きましたね。
よし、あとは駐車するだけだ。マサマスさんだってほとんど返金とかが多いしな。エリートデンジャースも全然やってないじゃないですか、マサマス。よし、着いた着いた。あ、ここか。うわー、これはどう入れるタイプだっけ的な。どうしよう。こっちで入れたいから、あー、いやこっちだな。こっち側に思いっきり出してバックしよう。エリートデンジャーさん本当やってないですね。よし、これでいけるでしょう。ちょっとこの前のあれが厄介ですね。この前の建物が厄介だけどいけるでしょう。ぶつかるな。ぶつかった。これ厄介だな。簡単そうに見えるんですけどね。ちょっと待って、これ入れよう。これがないと無理。いやー遅い、切るのが遅い。まあいいや、一度入れてから。もうちょい。あー遅いな。いやー遅い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 。ここ前も苦戦したとこだ。これ後ろが見えないんですよね。ここ、このまま、うわわわわ、どうなってんのここ。とりあえず入れてから前に出よう。ちょうど1個分ずれてる。いやダメだな全然。いやこれ見た目以上に難しいパターンだ。ここで一気に出るか前に。参るな。ここの前の建物がほんと厄介なんだよな。いけるかなこれ。よしよしよし。あ、今回いけたかな。あー、ぶつかる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 。ギリギリ抜けて、抜ける抜ける。いけたいけた、ギリギリですね。おお、綺麗にいった。これは入りましたね、すっと。いや、きつ。きつい、きつい。いやー、よかった、ギリギリだけど、反応してくれない。もうちょっと、こっち、足来た。はい。いやー、よし。これで OK でしょう。おお、ちょっとずれてるけど、まあ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 、まあいいでしょう。はい。じゃあ、止めて。はい。あ、いい感じですね。いやー。寝よう。疲れた。今日は疲れた。あー、もう一回運べば12レベルですね。新しいトラックもバンバン買いたいけど、全然お金が、借金が減らない。15万か。15万ドルで5万5千、まあ若干プラスになったかな。これ収支表とかってないんですかね。
あ、ドライバー、トラックマネージャー、結構頑張ってますよね。じゃんけん評価低いな。じゃんけん評価低い。稼いでんの本当に。あ、最近は結構稼ぎ始めてるのか。この調子でバンバン稼いでほしいな。よし、とりあえず終わりにしよう。ということで皆さん長時間ありがとうございました。今日はこの、明日もできたらやります。というか早めに作りたいですね。刑務所はプリズン作りましょう。ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様です。あ、おやすみなさいです。皆さんおやすみなさいです。このまま終わりにします。